ケリー・プレストンはアメリカ合衆国の女優。ハーイ州ホノルル出身。UCLA や USC などで演技を学び、卒業後は多数の TV ドラマに出演した。映画デビューした後はツインズやザ・エージェントなど数々の作品でヒロインを演じた。2000年代以降は主人公の妻や母親役を演じることが多かった。2000年に 夫のジョン・トラボルタと共演したバトルフィールド・アースでゴールデン・ラズベリー賞の最低女演女優賞を受賞した。俳優のケビン・ゲージと85年に結婚するもわずか2年で離婚した。その後、ジョージ・クルーニーと交際したこともある。1990年には短期間、チャーリー・シーンと婚約していたが、チャーリー・シーンが誤って発砲し彼女の腕に当たった後。あと、 解消した。夫、ジョン・トラボルタとのツーショット1991年に俳優のジョン・トラボルタと再婚し、二人の子供にも恵まれたが、息子のジェットは2009年1月2日に16歳で死去した。2010年5月47歳で第三子を妊娠。同年11月23日に男児を出産した。母子ともに健康であった。 2020年7月12日、乳がんの試し去。57歳ボープレストンの遺族は2年間、闘病中だったとのことで、闘病生活を明かさずに治療に取り組んできたことを、雑誌、ピープルを通じて明かしている。カナダドライジンジャーエール。ありがとうございます。